日比谷線の車両でしたね。いいね、なんかね、いいね。で、菊陽町、そしてね、北区の部分を通って武蔵塚という駅、武蔵塚って言ったら関東ですよね。でも熊本にもあるんですね。この駅から臨行いたします。武蔵塚、本当に武蔵塚駅名だけ見たらさ、関東かなと思っちゃうね。そして大津町ね、過去にね、自転車旅で来たことがあるところ、今回は鉄道で行きますね。そしてこの 大津駅で乗り換えるんですね。この黄色いやつ、大分駅でも止まってましたよね。ずっと行くと大分駅に行く路線なんですよ。こういったね、運賃箱のある車両でございます。まあね、大きい車両の方にも確か運賃箱あったような気がしないでもないんですけど、ちょっとちゃんと見てないのかわからないんですけどね。ゆらゆら揺れて先の方に進んでいく。いいね、なんかいいですね。南阿蘇村ですね。南阿蘇村に入っていきますね。このね、立野という駅から、鉄道がね、普通になってましたね。火山の影響だと思いますけども、なんでバスなんですね。バス乗り場の近くにお店があって、ニコニコまんじゅうっていうのが売ってましたね。買いましたね、暇だったんで。バス乗ったらですね、まあちょっとコミュニティバスの大きさのバスだったんですけども、ちゃんとね、自転車を受けたんですね。それ嬉しかった。ニコニコまんじゅう、これバス乗り込む前に買った映像ですね。バスの中で食べましたね。あったかかったね、まだね。の肉まんのね、ちょっとちっちゃいやつがね、4つ入っておりましたね。うん、そんな感じね。バスで大きな橋を渡っております。もう一つの橋はね、普通になっておりましたね。噴火の影響がまだ残っておりましたね。ここはだから外輪山の真ん中のね、盆地になってるようなところなんですよね。で、中心にまた山があるって感じですよね。そんな景色を見ながら、阿蘇のね、盆地の中を進んでいくわけでございます。畑とか冬の田んぼみたいな感じの景色が続いていきます。南阿蘇市、そして高森町の境のところでバスを降りましたね。なりたいあなたに会える街、高森町でございます。で、高森町の境のところで降りて自転車進んでいくわけでございます。畑とか冬の田んぼみたいな感じの景色が続いていきます。南阿蘇市、そして高森町の境のところでバスを降りましたね。なりたいあなたに会える街、高森町でございます。で、高森町の境のところで降りて自転車で登っていきます。あのバスに乗って南阿蘇村にまた入っていきますね。反対側が高森町でございます。そうね、阿蘇山ですかね。あれ、山に囲まれた高森警察署って書いてありますね。高森警察署の前から自転車で出発します。いい天気ですね。うー、建物も結構建ってますね。牛ですね。
牛がいました。牧場でございます。穏やかですね、穏やかですね。北海道の牛もいいけれど、九州の熊本の、これがね、普通になっていた鉄道なんですけど、部分営業しておりましたね。高森の方に行く路線なんですよね。ピンク色っていうか、紫色の車両が止まっておりました。そしてこの後なんですよね。ショックなことが起きてしまうんですね。ペダルが割れちゃうんですね。もうこの時はね、カメラとか撮ってませんでしたね。少しちょっと呆然。鉄車林間というね、自転車屋さんが熊本市内にあったので、ずっとこれ輪行していくんですね。今これね、スイッチバックの駅でね、スイッチバックの方に車両が去っていくところでございますね。スイッチバック、スイッチバックでね、大分県の方に行く車両が今過ぎ去っていったところでございます。僕が乗るのは熊本市の方に行くやつなんでね、こんな感じね、高森の方に行って戻ってきたんです。立野という駅でございます。スイッチバック、スイッチバックステーションですね。あれは僕が乗るやつかな。相当待ったんだよね、僕でね。まあなんか特急電車もたまに来たかもしれないな。なんか雄大な山、雄大な山とディーゼル車いいね。まあパッと見たらこれ北海道ですよって言ったらそうかなって思っちゃうかもしれないな。高原チックですよね。動画の説明をしたいなと思います。ちょっと文字が小さくて申し訳ないんですけどね。野々地自転車全国市区町村旅、旅498から522日目、2021年の12月14日から1月7日までよ、内妻の輪行旅、2021年12月九州編ですね。青春18キープ輪行旅をやった42周目の旅の説明の何動画分かまとめて紹介しますね。前回の説明では福岡県の久留米まで行きましたね。久留米、久留米はね、ここまで前回説明したところ、久留米、久留米のネットカフェに泊まって、次の日の朝自転車に乗って広川町というところに行ったんですね。なんとか郡っていうのここ書いてないな、ちょっと忘れちゃいましたけどね。まあとにかく広川町っていうのがあるんですね。でそのまんままた久留米市の方に戻るというかね、元いた場所とは違うところの久留米市を通って、そのまま川を渡って佐賀県に入っていきますね。みやき町、上峰町、そして吉野ヶ里、そして神崎市を通って、そしてまた福岡県の久留米の方に進んで南下していきますね。そして大川、そして大木、そして柳川、蒲町っていう駅から西鉄に乗って、美山市に行って、駅で次の電車に乗って、そして大牟田市まで行って、自転車に乗って、熊本県のね、南関町に入って、また大牟田市、福岡県に戻って、自転車に乗ったまま、熊本県の荒尾市、そして長洲町まで行って、
列車輪行して、玉野からバスに乗って、そして名護市のバス、玉野市のバス停で降りて、自転車に乗って名護市まで行って引き返して、玉野を通って玉名を通ってで玉東町をちょっとだけ通り過ぎて、北区に入ってまたね戻ったんだな、これまた、玉東に戻ってそこから臨行して、北区で泊まったんですね。そして次の日、北区から北区じゃないな、西区で泊まったんですね。で次の日の朝、熊本電鉄ってやつに乗ってですね、中央区を通って北区を通って甲子市を通って、どこかの駅から自転車に乗って紀尾町北区また紀尾町、ここら辺ちょっと曖昧だな。合同市の次がね、もしこれはね なかったかもしんないな、ちょっとわかんない、忘れちゃったな。多分ねこれないんじゃないかな。合同市から北区に入って自転車に、ちょっと曖昧だな、ちょっとここら辺はちょっとわかんない。とにかくここら辺通ったんだよ。そして大津町に行って臨行したんだね。そして南阿蘇村からバスに乗って高森町のね境のところまで行ってバスで降りて自転車で引き返して南阿蘇村でペダルが壊れて大津町から臨行して北区か中央区かで自転車を直そうとしたんだけど直んなくて、この日はまあ西区で泊まって、次の日ね、福岡県大牟田市そして乗り換えて西鉄に乗って中央区まで行って大きな自転車屋さんに行ったんですが、結局ね六角レンジで取り付ける折りたたみではないペダルを買ったんですね。そして西区の方まで戻ってきて大津村に行って、こっから無料のバスに乗ってね、熊本空港に行くときに、紀尾町を通って、益城町で降りて自転車に乗って、西原村を通って、大津町に戻って臨行して東区で一回降りて次の電車に乗って、中央区から自転車に乗って平成駅から自転車に乗って南区を通って鹿島を通って南区を通って宇都で泊まるネットカフェね。そして次の日なんだけど三隅の方に行ってですね、雨季まで列車輪行、そしてバスに乗り換えて上天草市でバスをまた乗り換えて天草市でまた乗り換えて、天草市内で降りて自転車に乗って嶺北まで行って、そして天草市に戻ってからまたバスに乗って、そして乗り換えて
宇都まで行って鉄道輪行して八潮市の最初の駅まで行って自転車に乗って歩いてですね氷川まで行って引き返して、また熊本市の西区に行って泊まって次の日早朝ね路面電車とか乗ってバスとか乗って山本町まで行って山都町で自転車に乗って三船そして小宇佐に向かって行ったんですね。まあこの次はまたおいおいということで、まあ数箇所ね前にも来たこと、西区はね昔来てるんですね。400日目、2020年の4月に来ておりますね。西区とかね、中央区とかね、氷川とかね、あとね、このね菊池じゃなくて大津町というところはね昔ね、自転車で、来たことがあってですね2019年のね10月に来てるんでですね、まあ昔通った自転車のラインがつながるという感じですね。その頃通ったところとしては、あ、これも同じところだね、そんな感じですね。それからまあね47とかね53とかねそんなところを通っていく旅でございます。そしてこれまで旅した自転車旅の日数は522日目ですね。で、外国は自転車旅では韓国と台湾だけですね。で、都道府県は47全部行っておりますね。で、市区町村の数は1691箇所。今回はまず福岡県の旅からですね。福岡県内。今回の説明の範囲で初めて行った場所。広川町ね、広川町。そして、大野市。あ、大川市。これやらないな。そして大木町、柳川市、宮間市、そして大牟田、73箇所。これでね多分ね全部かなと思うんだよな。まあまあ違ってとかがなければね。そして熊本県にも行ってますね。熊本県の初めて行った場所は、南関、荒尾、長洲、玉名市、名護町、行区島、そして北区ね、熊本の北区、熊本中央区、そして甲子、そして紀尾、そして南阿蘇、高森、益城、西原、東区、南区、鹿島、宇土、宇城、上、天草、嶺北、氷川、
大和、三船、そして黄砂まで行きました。全部で33箇所行っております。で、ちょっとだけ佐賀県も今回旅しております。佐賀県内で今回の説明の中で初めて行ったところは宮城市町、上峰、そして吉野ヶ里、そして神崎、20箇所ですね。そして位置関係ですけども、東京都の世田谷区を中心としてぐる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 電車旅をやっております。まあ本当はね、のの字の番号順に旅したいところなんだけども、お金とかね、時間の制約がありまして、行けるところ先に行くみたいな旅になっちゃってますけどね。で、小笠原までね、番号はもうつながっておりまして、今のこう番号順的にはですね、39周目、北海道からね、ぐるっと回ってきて、高知県、愛媛県、広島、そして山口県、そしてまた北海道に行くという、北海道の方でまだつながってないんですね。そしてですね、今回の旅の説明の出発地点は福岡県の、久留米市ですね。久留米市はここでございます。久留米市は48周目でございます。久留米市からまず広川まで行って、また久留米市に戻って、で宮城市、佐賀県の宮城市、上峰、そして吉野ヶ里、そして神崎、また久留米に戻っ、久留米のね方に行って、そして大川、大木、そして柳川、柳川はどこですかね。柳川はここです。柳川から輪行して、宮間市、ね、福岡県の宮間市。なんかこの宮間市とさ、宮城町なんか間違いやすいな。で、大牟田まで行くんですね。そして、自転車に乗って、このね、南関、これ熊本県南関町まで行って、また大牟田市に戻ってきて、で、熊本県の荒尾、そして長洲から、輪行して、そしてね、玉野でバスに乗り換えて、まあ、バス降りて、で、なごみに自転車で行って、また、玉野に戻って、それでね、玉東に行って、北区に行って、戻ってきて、輪行して、そしてね、西区だな。西区に泊まったんだな。で、次の日、熊本電鉄に乗って、北区通って、中央区も通ったかな。ねえ、菊陽通ったがちょっと微妙なんだけども、北区で降りたのかな。で、甲府市も確か通ったと思いますね。この辺ちょっと曖昧なんですけどもね。
で、自転車ね、清を通って大津まで行ったかな。ちょっとね、記憶が曖昧なんだよな、この辺。そしてね、南阿蘇に行って、高森まで行って、戻ってきて、ペダルが壊れて、東区とかね、中央区に直せなくて西区に泊まって、次の日ね、福岡まで、大牟田市どこだっけな、大牟田市。大牟田で西鉄に乗り換えて、福岡県の中央区。福岡県の中央区、ここ。天神まで行って、自転車のペダルを買ってわざわざね。で、戻ってきてですね、熊本市の西区。熊本駅を通って、そして大津まで戻って、バスに乗って、紀北を通って、紀王町を通って、益城町のね、空港まで行って、自転車に乗って、西原村を通って、また大津町に戻って、そしてね、東区で一回降りて、次の電車に乗って、そして南区かな。中央区かもしれないな。中央区で降りたかな。自転車で、南区を通って、南区で降りたかもしれないね。とにかく南区を通って、で鹿島に行って南区を通って宇都まで行って次の日臨港して宇城に行ってバスに乗り換えて そして上天草でバスを乗り換えて天草市でもバスを乗り換えて天草市内でバスを降りて自転車に乗って嶺北まで行って、天草市から自転バスに乗ってバスをまた乗り換えて一気に宇都まで戻ってきて臨港して八代市の最初の駅まで行って徒歩でね氷川町に行って戻ってきてそして西区で泊まる熊本市西区で泊まって、次の日早朝ですね、路面電車に乗って、中央区あたりからバスに乗って、大和まで行って、自転車に乗って、三船コースタに向かったという、そういう感じでございますね。